統領候補が大谷翔平を称賛。2024年の米大統領選挙への出馬を表明したフロリダ州のロン・デサンティス知事は、大谷が今、投打の二刀流をしている。彼は今、野球界のトップスターだと思う。野球史上でこの100年間、二刀流など誰もできなかったからね、と称えた。大統領候補が大谷を絶賛した。日本の宝、メジャーのスーパースターと言ってるぞ。デサンティスは来日した時、岸田がわざわざ対応する政治家だぞ。日本人初のホームラン王を狙える。民主党はサッカー、共和党は野球のイメージ。大谷がサッカーやってたらセンターバックで J リーグ得点王だったよ。この人は今、トランプの仲良いの？トレードなくなったし、史上初の2度目の満票 MVP とホームラン王確実。大谷を政治利用するなよ。共和党？トランプに勝てそう？アメリカといえばメジャーリーグ。賢いトランプと言われている人物だな。頑張れ。日系の票も大事。まあ大谷への球場での歓声を聞くとトッププレイヤーなんだろうね。やはり、大谷はアメリカでもトップスター。おっ、わかってるね。ロンに投票するわ。この前キッシーに会いに来たやつだな。サッカー外交 VS 野球外交。大谷翔平のすごいところは成績はもちろんだけど休まないところ。いつスタジアムに行っても見られるのは人気商売としては100点。コアなファンからしたらお願いだから休んでと思うところはあるだろうけど。さすが俺。ご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価も、よろしくお願いします。他の動画もぜひ、ご覧いただけると嬉しいです。